七つちのチームの強みは機動力と僕個人的にはコンビネーションだと思っていて、前衛の機動力っていう面ではやっぱり前衛の、プレイヤーがすごい動いて、でコンビネーションっていう面ではその動いてるに合わせて後ろの後衛陣が、しっかりと狙っていくっていうのが僕らの必勝パターンでもあるしチームとしての強みだと思います。まあ魚で例えるならカレーで、爬虫類で例えるならカメレオン、物質で例えるなら水だと思います。理由は、カレーのように泥にまみれてじっと獲物を待つ、カメレオンもそんな感じ似たような理由で、水は、どのような状況でも形を変えて対応していくっていう面では僕はそんな感じのプレイヤーだと思います。対戦したいチームは、スラムディーバさん、理由は、前回の大会ではやっぱ惜しい試合をした相手なので、穴土の意地と、男の意地とこういろんなものがこうかかってるチームなので、対戦してぜひ勝ちたいと思っています。そうですね、正直ワールドカップに向けてこう勝ち気がすごいありすぎて想像できなかったですね。どこが来ても OK だと思います。僕個人としても初めてのワールドカップですし、チームとしても2回目ってことでそんなにこう出場回数が多いチームではないので、やっぱり勢いを失わずにしっかりきっちり一戦一戦大切に戦っていきたいと思いますね。僕にとってハドオートはばあちゃんちの味噌汁です。理由は人それぞれの家にばあちゃんちの味噌汁があって、僕んちのばあちゃんちの味噌汁があって、そういうのをこうみんなでこう合わせていいものを作っていく、いい試合を作っていくっていう面ではこうばあちゃんちの味噌汁かなって思いました。お互いそれをぶつけ合うっていう意味でもばあちゃんちの味噌汁だと思います。僕の役割は、魚で例えるならカレー、爬虫類で例えるならカメレオン。元素まで持っていけなかった。元素パターンでもいいんだね、一発目から。じゃあ元素パターンでいきましょう。元素パターンで、ね、最後にカレー持っていきましょう。元素記号で言うなら H2O、 つまりは、水ということになりますね。理由はですね、どのような状況でも対応していける、形を変えて対応していけるようなのが僕のチームとしての強みだと、チームにおける僕の強みだと思っています。もう一回チームの強みやべえ、まあ、喋り方もですね。チームにおける僕の役割としては、H2O、元素記号でいうと H2O だと思っていて、まあ、つまりは、水ですね。お前自分で決めたスタイルじゃん。一回元木さんから目発想。僕のチームにおける役割は、元素記号で言うなら H2O、つまりは、水ですね。もうやめなさいよそれ、もう無理じゃん。もう僕のチームにおける役割は、元素記号で例えるなら、H2O、 つまりは、水。あー悔しい悔しい。水変えましょうか。もう水は NG 臭にしましょう。水に水、僕にとって波動は、ばあちゃんちの味噌汁だと思っていて、それぞれの家庭でそれぞれの具材が入っていたりそれぞれの味があると思うんで、チームでもやっぱりチームの一員が一つの具材ということで混ざり合って一つの味を作り上げて、どっちがこうまいかみたいな競い合いをする場だと僕は思っているし、僕にとってもそんなようなスポーツであります。最後であります。